ブラキケラトプスは白亜紀後期に生息していた角竜類の一種である。学名は古代ギリシア語で短い角のあるかを意味する。化石はカナダのアルバータ州、アメリカ合衆国のモンタナ州などで発見されている。しかしこれらはすべて若い個体の断片的な骨格であるため生体のサイズを推定することは難しい。2010年に ルベオサウルスという別族の恐竜の若い個体であることが指摘された。ブラキケラトプスの化石展示。ワシントン DC 国立自然史博物館収蔵。ブラキケラトプスのタイプ種であるブラキーケラトプス、モンターニュンシスは、モンタナ州中北部インディアン居留地にある、およそ7400万年前の地層である、ツーメディスン類層から発見された。 化石の発見自体は1913年、チャールズ・ギルモアによって、正式な記載は、翌1914年になされた。発見された骨格は、すべて不完全で、体長1.5メートルほどの赤い個体のものが5体、分ご茶混ぜになっていた。これらの個体は同じ巣で孵化したものと考えられている。ブラキケラトプスは、この5体のみが発見されている。当初より、 他の基地のセントロサウルス赤の恐竜の未熟な個体である可能性もあるとされていたが2011年にライアンらによってルベオサウルスの若い個体である可能性が高いと報告された。これらの化石はワシントン DC のスミソニアン博物館に保管されている。 ブラキケラトプスの5つの化石標本のうち、頭骨が残っているものはわずかに1つであり、しかも他の骨格部分から離れて破損した状態で発見されたものである。この頭骨に基づき、ブラキケラトプスは目の上に角ではなくコブのようなものを持っていたと考えられている。美角は厚くて低く、フリルはやや大きめであった。しかしながら頭骨標本は前述のように、 不完全であるため、フリルに穴が開いていたかどうかなどは分かっていない。ブラキケラトプスはツノリュウ類の仲間である。ツノリュウ類は装飾性でオウムのようなくちばしを持ち、白紀後期の北アメリカ大陸やアジア大陸で繁栄していた。すべてのツノリュウ類はィ t 協会で絶滅している。ブラキケラトプスは他のすべてのケラトプス科の恐竜と同様に装飾性であった。 白秋には、いわゆる喧嘩植物の分布がまだ限られていたため、当時優先していたシダやソテツ、それに、新葉樹の類を食していたと推定される。ケラトプスカの鋭いくちばしは、それらの植物の葉をかじり取るためのものだったとされる。マクドナルド、AT、ファーク、アンドリュー・アレン、エイド、A、サバドルとスペシメン・オブ・ルビーサウルス・オーベタス。 with observations on other keratop s i e s from the two medicine f o r m a t i o n f r o z s 1 6 e 2 2 7 1 0 d o 井10.1371 ジャーナル、ポネ、um、零零二2 7 1 0 p m c 三百十五万四千二百六十七プミド二千百八十五万三千四十三 https コロンスラッシュスラッシュ www.ncbi.nlm.nih.gov スラッシュ PMC スラッシュアーティクルズスラッシュ p m c 三一五四二六七スラッシュ。a b c d f g h i j k l m n ブラキーケラトプス、イン、ドッドソン。ピーターブリット、ブルックスカーペンター、ケネスフォースター、キャサリン A& ジレット、デビッド D& ナール、マーク A& オルシャブスキー、ジョージパリッシュ、J. マイケルワイソンプル。デビッド b ー・ザ・エイジ・オブ・ダイナソーズ パブリケーションズ・インターナショナル・リミテッド・ P133 ・ ISBN 0から785304436・ギルモアは、5体が発見された場所よりも1マイル下流で、発見した、アセタイ体の個体もブラキケラトプスであると主張している。これを加えれば6体である。マクドナルド、AT、ファーク、アンドリュアレン、エイド、A、サバドルとスペシメン・オブ・ルビーサウルス・オーベタス。 with observations on other keratopses from the 2-medicine formation.proz-16-e-22710-doi. 10.1371、ジャーナル、ポネ、0022710、PMC3154267、プミド21853043、https コロンスラッシュスラッシュ www.ncbi.nlm.nih.gov スラッシュ PMC スラッシュアーティクルズスラッシュ PMC3154267 スラッシュ。ありがとうございます。